世話してくれる人がいる。なんかすごいね、ちょっと。今間違えたな。そうそう。やっぱりさ、始まりっていいよね。相当落としたんだけど。大丈夫だよ、大丈夫。そう、通話かけとって。こんな三つ編みで、こんな髪色にしてきちゃったんだけど。映る。頑張れ頑張れ頑張れ。よし。時間ない。もうこのまま。はい。よっしゃ。あ。すごい顔してる。いや、言う。全世界発信しちゃってるのみたいな。ダメじゃん。拾ってる。拾ったってこの髪の毛な感じで。はい。なんかさ、昼間のライトだから辛いの辛いよ。ティッシュもちょっと明るすぎる。辛いのよ。私って目が細いな。嘘、笑ってると目が笑っちゃうとこうやって細くなっちゃうんだよね。でもこうやってやってさ、笑ってるとなんか変な大きいのにね、目ね。ねえ、ねえ、それお団子かわいい。それがいいよ。これじゃあこれにします。やろうか。はい。よいしょ。さあ、今年最後の放送ですよ。はい。一年いろいろありがとうございました。 いえ、こちらこそ本当にごちそうさまでした。いろいろで、多大なる迷惑ごめんなさい。誰でもよろしく。迷惑もなんだもかんだもありがとうございました。で、ありがとうございます。あったんだね、これね。そんなことね、そんなことないですよ。言われるのをバリバリやったんだけど。そんな人生の彩りだと思う。あのほら、よく言うじゃない、みんなにさ、いいですねそのポジションって言われるとさ、いいことだけじゃないんですよってすごい大きな声言ってるよね。いや、私ね、くれぐれも皆さんにお伝えしたいんだけど、やっぱりね、それこそね、まあ、キリンさんがこのクリスタルの中ではトップでしょ。オオカミ、ね、台風の目ですよね。そうですね。台風の目の近くってみんな静かだって思いがちなんですけど、本当の台風はそうなんだけどね、キリンさんはそうじゃありませんからね。はい。やっぱりそういう場所に行かないと見えないこととかわからないこととか、あとはやっぱりやらなければならないこととか、責任、ね、だけどね、役割いっぱいあります、うん、でそこにちゃんと自分が見合うやっぱり人間にならなければいけないから、ね、求められるものも多いでしょ。努力してんの、どこを見ても。最後にちょっと滑り込みで、うん、キュー、私来年弟子を取ることにしました。なんかね、今発表がありましたね。カモン弟子。弟子ちょっとちらっと映ってごらん。私の第一号弟子。はい。くのいちです。よろしくお願いします。足りないね、弟子って。足りないでしょ。いいよ、弟子でしょ。よろしくお願いします。弟子いい。いい弟子採用したね。いいですね。なんか可能性のないの弟子にしてもさ、うん、失敗になっちゃうから。辛辣なこと言ってますよ。さらっと言ってますけど。はいはい、じゃあ来年の、はい、一番クリスタルでやろうとしているプロジェクト、ゼロワンプロジェクト、ゼロワンプロジェクトをやりますよ。まあ本当にね、保護活動に関わるようになって、私ももううっすら何年っていうぐらい長くやっておりますけど、ベテランベテランですね、はい。まあ今までやってきたこともやりつつですけれど、うん、メディアでなければできないことや、うん、メディアだからこそ、ね、お伝えができる形、やり方があると思っていて、うんうんうん、でそれをね、キリさんが形にしてくださったのがゼロワンプロジェクト、うん、で実はクリスタルの中でも、さっきデッシーのくのいちもそうなんですけど、デッシーになってる、デッシーのくのいちもそうなんですけど、くのいちデッシー、うん、いいでしょ。いあげる。いただき。結構そういうペットに関わってたりとか、自分もワンちゃん飼ってます、ね、保護活動に興味ありますっていう方いっぱいいらっしゃってね、知らないんだよ。そうよ。で、ボランティアってやっぱりさ、言葉がなんか一人歩きしてしまって、うん、こうじゃなくちゃいけないって、厳しい、まあね、苦しい、辛い、悲しい。ないがちにもなるのよね、団体になるとね。だからまあ、クリスタルではそうじゃなくて、うん、もうできることで参加で OK っていうね。そうですね。保護犬っていう選択肢があるんだよって。うん、で保護犬って特別な存在ではなくて、うん、一緒に暮らしていたらこんなに素敵な、うん、本当にパートナーにもなれるし、幸せを運んでくれるんだよっていやことも伝えたい。本当にそうだよね、うん、もうそばで見てて本当そう思う。
ね、私はもう自分でそこだけはもう自慢なの。本当、うん、新たな本当に名前をつけてしまって、うん、ただゼロワンでね、いいと思います。ゼロからですってね。そうそうそう。一、うん、を作るのはあなたっていう感じね。うん、素晴らしいです ね。いただき。今考えてるね。今降りてきた。心の手帳に書き留めました。で、2016年はそんな活動も具体的に、ね、うん、スケジュール化して皆さんにも早々に発表したいと思いますので。うん、ちらっと言ってよ。そう。うん、まあ、今密かにはやってるんだけどね、うん、個人的には、うん、保護ワンちゃんたち集めて、うん、ゲーナインゲームの練習会、体験会みたいなことをやったりね、したいなと思って。やっぱりね、自信がない、一度ね悲しい思いをしてたりして、うん、自信がない子たちもたくさんいたりして、でやっぱりコミュニケーションの動物じゃないですか、犬って。そのコミュニケーションの質を高めてあげる、自信を持たせてあげる、手間のかかるほど可愛いってあるじゃない、ね、あれだよね。本当に育てられるんですよ、自分も、ね、いろんなことを教えてもらって、でそういうことを何かこう楽しくできるものないかなと思って、それで系内にゲーム大会っていうのがあるんで、それもみんな知らないもんね。でしょう。もうズーランドの門番ツートップ、ね、ことぶきちゃんとあやちゃんと3人でもう毎回ボーボー泣くわ泣くわ叫ぶわ呼ぶわ大騒ぎしながらね、保護ワンちゃんたちもいっぱい参加してゲーム大会参加してます。でそういう中でも皆さんにね、この子はデール君なんかそうなんですけど、保護された子なんですよなんていうことを司会の方が言ってくださったりして、でそれでもこんなに頑張れるんだよって、楽しくできるんだよっていうこともね、伝えていきたいなんかね。まあ私たちが作るグループもそうなんだけど、うん、ワンちゃんのことってね、まあ、一番分かりやすいかなと思うのが、うん、みんなが嬉しいじゃない。そうですね。無理なくすれば余計にみんなが嬉しいことだけで、うん、進めていけるので、そこ大事だよね。大事大事。続けてほしいからさ。人だとね、やっぱり自分のとこだけをっていうふうな思いも、人って欲があるからね、なっちゃうんだけど、うん、ワンちゃんのことだからさ、分かりやすい。でもそれをやっていくと、うん、人間の社会でもそれができるようになるから、だん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 、なんだろう、いいものがになんて書き換えられていけば、うん、それが当たり前になるじゃない。そうですね。否定ではなくてね。そう、うん、もちろんそうじゃなくて頑張っていこうと思うんだけど、団体になったらこうなったっていうことで変わってっちゃうこともあると思うのね、うん、でもそしたらまた戻して、本当の元々の思いってどうだったっけっていうふうにしていけば、必ず軌道修正はできると思うから、うん、 それをきっとね、悲しい思いしながらも、それでもまた人を信じてくれるあの子たちは絶対私たちのために泣くな、もうちょっとだ頑張れ、泣きそう。ついこの間タックのね、うちの OB のタックのママからもうすごい嬉しいメールもらって、もう私もう泣きすぎてパソコンの画面が見えないから後で見えちゃうからとか思い出しますよ。そんな幸せをたくさんもらえる。で、もちろんいろんな表現があるから、悲しい場面を見せてくれるやり方をして、うん、頑張ろうって言ってる方々もいるんだけど、そうじゃないやり方もあるし、そうあっていいですよね。そう、私たちがね、クリスタルでやってるって言って、本当にあるとこから見たら何そのちっちゃな動きだって言われるよ、きっとね。いいの、いいの、いいの、この一歩が、ね、お隣さん、ね、そう。って言って、広がっていくことで、うん、何か、一匹でも、二匹でもね、そうです。ああ、こんなだったけど、新たな幸せがね、スタートするんだね、うん、って言うと、その子も幸せ、それで関わった私たちも幸せ、それを聞いた人たちも幸せっていう輪が広がって、行くのよ必ず。今まで私一人でね、こっそりやってたけど、うん、みんなにそれをお裾分けしたいと思う。来て来て。アマも私。アマもね。そういうのもあったもんね。そうよ。ね、そんなことをさ、得意なことで参加してもらって。すごい嬉しいものを、もう私のアンダーのね、誰かが着てるだけでも、それだけでうるうるしてる。今ほら、うちにいるおじいちゃんの浩太くんなんかはさ、茶色ちょっと多めでね、おじいちゃんだから編んでくださって、みんな似合う似合うって。ね。だからきっと見逃している、まだ気づかない嬉しいことっていっぱいあると思うのね。そうですね。それがこういう一箇所、自分たちにとって大事な場所、安心できる場所があれば、それが見えたり聞こえたりするようになるので、クリスタルはそんな形で来年も進んでいこうかなって
思います。とても楽しみです。ちょっと来年本当に本気で頑張ります。ね、いつまで本気出さないんだって散々言われるから来年は本気でやります。かなりねクリスタル女子力強いのでね。女子はやっぱりほらね生み出すものであったりとか、うん、受け入れる生き物なので ね、 そうですね。これはみんなのためであると思うんだ。うんうんうん、じゃあやんちゃな男の子たちをさ、よし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 そうだねそうだね。分かる。いいですよね。ね。うん、さあ、2015年終わりますね、うん。豊かであれって言ってやってきましたね。うん、来年はクリスタルは、キーワードは変容、うん、ね。いかようにも変容してください。くのいちデッシデッシーこの人デッシーなんかマジシャンみたいそうだね最後に滑り込みのニュースでした ね、 いいお年玉でしたね、うん、来年はクリスタルは本家の4日からスタートですね。そうです ね、 ね、はい、楽しみです。今年もいろいろねいろんなことやらかしまして、聞いている方々メンバーに参加している方々、来年はもっとですマジか続けてくださいはい、それではエンディングに参りたいと思います。今日もあっという間の1時間でしたね。今日のクリスタルショーはあなたにとってお役に立つ情報はありましたか？自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。週の始まりはクリスタル、ハートのメンバーがお届けする素敵情報をぜひキャッチしてくださいませ。はい、毎週映像はブログやフェイスブックに掲載していますのでそちらもお楽しみください。チームクリスタルのすべての情報はクリスタルのホームページ、カタカナですよ、クリスタルレインボークラブ .com をご覧ください。お楽しみが盛りだくさんです。はい、来年もよろしくお願いいたします。はい、クリスタルからの幸せな時間のお裾分け、番組への参加応援大歓迎です。メンバー一同心よりお待ちしております。クリスタルシャワー下町スピリット、合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。また来年。はい、ありがとうございました。お疲れ様です。お疲れ